皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん相葉京子です。よろしくお願いいたします。なんと今日で111回目、ワンワンワンとなりました。なんかね、語呂合わせがいいですよね。またニャニャニャに続けるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速ご覧いただきましょう。じゃーん。ということで、今回も和のイベントワクワク訪問記第12弾となりまして、夢ビナー創作者の友禅作家の南信一郎先生と行く散策ツアー、友禅散策ツアーということで、その2をお届けいたします。まあ、テーマはね、水ということで、水に支えられた着物のふるさとというふうに、こう水に関わる工程。まあ、友禅作家、友禅の、ね、着物を作ろうと思うと約20以上の工程がありまして、その中で前回のその1では引き染め三井さんのところに行かせていただきまして、で第2弾ということで今日は、ね、お届けしてまいります。で一緒に、ね、行っていただきましたのがこの3名の素敵な着物好き女子の皆さん。お一人は皆さん見覚えがありますよね。和の五感シリーズの香り編で登場された香りとの小山純子ちゃんです。もう着物大好きということで一緒にスタジオでもね、話をしていただきました。であと2人なんですけども、そのお二方は、ね、実は着付け師さんでいらっしゃって、大阪から来てくださったんですね。でお一人は、着物玉よりの、堤千草さんで、もう一人が堺からね来てくださったんですよ。着物スタイルふわりの辻野博奈さんということでね、この素敵なお三方と一緒に散策してまいりました。で、その2でお伺いしましたのが、今回はですね、無視水元の会社でいらっしゃいます丸京染色株式会社さんということで、大宮通りにあるんですね。でこちらの方で、社長の有本さんがね、丁寧にこうご案内をしてくださいましたので、皆様にしっかりご覧いただきたいと思います。それでは CM よりどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。丸京染色さん、はい、今からここに入らせていただきます。中入るの初めて。あ、中入るの初めてなんですか。はい、ドキドキ、お邪魔してしまいます。これを定着させるのに、温度と湿度が必要です。その湿度と温度を与えるために蒸しているんですけども、前作業といって、空中でぶら下げることがありませんので、こちらは共に使っています。当社の場合は3種類を使い分けまして、まあ、その例に合わせて最適な方法で紫色を、でそれを蒸し箱に入れて製作するんですけども、こういった濃縮の場合はただ単にその熱を与えるだけだと色ムラが発生します。でこれを蒸し箱をかけて半分だけ定着させるような形で色を取り出して、でまた生地を冷ますことによって蒸し箱との温度の、ね、設けて、また生地に水分を吸着させて、で蒸し箱に入れることによって発色を出すということをします。で濃色の場合はそれを2、3回に入れて手間と時間がかかるということが、そういうふうに手間かけてるのが乗り物になっています。はい、なんですね。この中に入れる感じ、蒸し器に入る、この状態で蒸し器に入る、
なりのがセットされる。新聞紙が使われるんですね。大量に使います。大量に使われるんですか。間に入れている。移動する安いから困るようなものは、はい、こういった入れたり、 あとはヒレを入れたり、布を入れたり、布を入れることもあるんですか。はい、布を入れます。はあ、紙だとひっついちゃうんで、その布だと取れますよね。はあ、だ全部それそういうわけにいかないので、紙のところは紙。はい。でもこの紙はもう本当に使い捨てなんですよ。はい、使い回すとまた色ついちゃうんで。はあ、はい。良さそうな。目に見えるのはこれは湯気です、はい、蒸気は目に見えない、うん、だから湯気、あの夜間の先の方から出てるのは湯気なんですけど、中にあるのが蒸気。で、あの冷たい空気とぶつかって凝縮して結露するので白く見えるんですけど、はい、そうです。だからブラックボックスなので、だから外気、あの角度じゃないですか、蒸気が発生する角度と今の気温の差が水分の、含有できる量に関わってくるので、気温が高いとその差が少ないので生地自体の水分が少なくなっちゃうんですよ。ああ、そうか。はい、メガネだってシュッとあのつるつるですよね。それを蒸しに入れるとたくさん水分が含んでるたものを伏せるんですけども、水分が少ないとおがくずを湿らしたものを守したりして氷になって入れたりします。水分が大量にしないと。そうですね。だからそのあたりは季節によって蒸し上がってみないと分からない。出してみないと蒸し上がってるから。ですので、そのある程度マージンを持つようにする、多めにする。あまりその薄い単色のものを高く入れちゃうと今度は色が抜けてしまうので、はい、でこの余分、あ、今度は洗着させますよね。で余分な染料と、あと下の地のり、地のりの部分を洗い流すのが色になります。流れるところになって
半分ですもんね、これね。これを洗うのは、あの防潤させてから、ふやかしてからでないと剥ぎ落とせません。うん、そうしないと、単に生地を傷つけてしまうので、ですのでこれは機械洗いできなくて、やっぱり手洗いになるということです。はい、あとはこれ、縁はゴムのりです。水の中では溶解しません。でここの縁のりだけが取れますので、またあの色を足して、今度そこの色を定着させる虫をもう一度入れて、はい、洗いをして、はい、最終最後にこのゴムのりを落として仕上がる、はい、だから当社の虫っていう仕事に対しては 何度か工程が複雑なものは何度か繰り返してます、ね、何度か繰り返して蒸して、はい、蒸して蒸して、はい、仕上がります、はい、なんか、変わってもいいみたいなね。あ、地下からの水ですか。ぬるいでしょ。あ、ぬるい。え、ぬるい。ぬるいですね。え、普通に汲み上げた水がそのぐらいの温度で、はい、10度ぐらい。だから、体感的には暖かく感じますが、うん、夏場は心地いい温度ですね。ただあの素足で5分間入ったら足確かに、確かにちょっと冷えてくるかな。あれは何なさってるんですか。脱水。脱水。脱水。
ですし、全部トリマさんでのそのやっぱりこの基本基準なので、多分たくさん入ってるんですけど、先ほど言いましたように、実際その繊維自体が交換できる繊維量っていうのは限られることです。だけど、取れるときは何個でも取れるんですよ。ここだけ、セリフとかがあるのもなんかビルがあるんですか？
だから一旦の着物のぶら下げの傘がしますか、はい、そう、この竿を。あ、そうか、そうか、はい、これで記録で見るように上げていく、上げていきえ、なんだ、綺麗でしょうね。そうかそうか、反物がじわーんといっぱい並んでいくんですね。期間ではなくても、その日中です。洗濯物とまず一緒なので、夏場は早く乾きますし、冬場はここでダラダラ干してしまうと、ちょっと色泣きの原因になるので、冬場は乾燥に入れたりします。やっぱりその季節に合わせて違うんですね。その工程の時間っていうのが変わってくるという。虫歯は夏場はすごく暑いです。そうでしょうね。水元は非常に寒い。だから僕たちはそのこういうのをね、絶対しないように、寒い寒いというのは、半袖、今からお見せしますけど、半袖で仕事するんですよ。どうせ濡れますから。そうか、もう冬でも。そうか、そうか、そうか。で、腰まで水の中に浸かって洗います。だから夏場だと体験してみたい方いるんですよ。でも、ね、これを一年中365日仕事できるかって言ったら、それはね、大変ですよね。ここも水は地下水を上げている。そうです、はい、この場所は、京都の中心は、上賀茂神社から下賀茂神社、二条城当社と、まあ、ほぼ縦のラインで地下水のラインになっています。で、大量の豊富な地下水が琵琶湖に匹敵するぐらいあると言われていて、でそれを汲み上げて人工の川を作ったらです、ね、ちょっと川で流してるのと同じ洗い方、はい、そうですね。で昔は川でやってたことを工場内でやりなさいということでやってるんですが、皆さん勘違いされて、桶で洗ってるんじゃないのって言われるんですけど、そうすると出た色がまた再付着して汚染するんですよ。だから必ず流水で洗う必要があるのと、川を作ってる、はい、あとはその不純物のないその軟水で洗うことで、まあ、発色を打つということですね。でそれを例えば水道水で軟水装置をつけてやったらとても採算合わないんですよ。でここは栽培地下水を汲み上げてそのままの状態で良質な水が出ますので、で発展したっていうのが、結局ここら辺はもう水っていうのが経営で、湯煎染めるのが発達する理由、外国でできない理由っていうのが今言われて軟水であるいうことね。外国なんか硬水が多いでしょ。だから日本の湯煎染めっていうのとインドネシアのバティックっていう、この2つだけなんですね。実際反物に絵を描いて染めるっていうのはね、それは基本はいい水じゃなかったらできないっていうね。本当に今の季節洗い物された手パサパサなんで、なりますね。長いことつけても結構しっとりしてるんですよ。すごいいいから、はい、軟水だから、塩素が入ってないから、塩素が入ってないですけど。スタジオセブンから駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。皆さん、おかえりやす。
今回のハイナリタイムは黒猫ジジが登場しました。まあ、ジジちゃんすごく怖がり屋さん で子猫の時に近所の子供たちがねジジと遊びたいってこう来る時に毎日こうピンポンピンポンって鳴らしてたのがトラウマになってしまって、未だに6年半経ってもピンポンって音が鳴るとブワーッとダッシュでね2階に逃げちゃうっていう習性があるんですよ。で、ある時に宅急便が来る時分かってたのでジジが逃げないようにドア閉めてたんですね。で、閉じ込めてたらピンポンってなってもジジが逃げようっていう風にしてるとドア閉まってるんでどうしようどうしようとおどおどとしてカーテンの中に隠れるっていうね状態だったんですね。本当に可愛いんですけどもね、こうねまた皆さんの可愛いにゃんこちゃんの、はい、映像でお届けくださいますよ。よろしくお願いいたします。はい、で今回はですね和のイベントワクワク訪問儀ということで、その1その2ということでねお届けをしてまいりましたけれども、今回は虫水洗い水元のお会社でいらっしゃいます大宮の、丸宮染色さんの方にお伺いさせていただきまして、こう蒸しているところとかね水洗いしているところとも職人さんたちが本当に心を込めて一つの着物を作るのにこれだけ手間暇がねかかっているんだということを皆様にもご覧いただけたかなと思います。もうね本当に着物大切にしたいなって、もうやっぱり自分の着物作りたいよねっていうね参加者の皆様方とお話をしていました。ぜひぜひ皆様も着物ね一緒に作りましょうね。はい、ではねまたこういう次回もこう着物作りのお話をね進めていきたいと思いますので楽しみなさってください。それでは次回のワイワイテレビでお会いできるのを楽しみにしております。お越しやすー。